第2話恐怖メロディーの館なのだ。全知全能を誇る我が守護神よ、その正しき断りに従いて邪悪なる呪いを解きたまえ。どうだクリス。ごめんなさい、なんとか呪いを送らせることはできたけど、僕の魔法じゃこの指は外せない。そんなシーラさん、一刻も早く魔術師ギルドへ。呪いっていうのは完全にかかってからじゃ手遅れなんです。でも今ならまだギルドの力でなんとかなるはずですから。目を覚ましたわ。おいメロディ、これどういうことなんだよ。だから今メロディは血も涙もない悪の手先なんですよ。それがよくわかんないって言ってんの。どうしたんだシーラ。なんかおかしいの、体が変。ここに入ったよな。でも湖のほとりにこんな教会あったかな。なんかボロボロだし、使われなくなってどのくらい経つんだろう。何言ってんの、何怖がってんの。やだな。ほら奥行くよ。しかしこの先には内緒ですけど、モフィウス様の隠れ家があるので行かせられません。そうか、この先か。他の人には秘密ですよ。はあ、というわけで猫軍団の皆さん。猫軍団うわー、やだ。どうって言われたって、相手はたかが猫じゃないか。猫軍団の皆さんを甘く見てはダメです。そんじゃそこらの猫とは猫が違います。にじり
クリス、何でもいい、魔法で何か出せ。いいから早くしろよ。今のうちだクリス。それはダメです。ダーッ。メロディーさん、わったいたいたい、綺麗一緒に行っちまったと思ったのに。甘いですね。メロディーは猫ではないので、ネズミなんかに引っかかったりはしないのです。引っかからないって。じゃあその手に持ってるものは、うにゅネズミです。ましっかり引っかかってるじゃないか。うに、でもメロディーは猫じゃないんです。いいからクリス、またなんか出せ。これはラッキョ。もうラッキョって、おいクリス、いくらなんでもこれは違うだろう、猿じゃないんだから。その通りです。メロディーはお猿さんでもありませんよ。まったく。何何何、ピーズなんか皮を剥き始めてる。なんじゃそりゃ。今のうちだよ、気づかれないように。あ、そうそう、本当だよね。今のうちも逃げられる。なにこれ、全然中身が出てこないじゃないですか。もういりゃやすらーのもの。え、そうかな。ねえアレフ君、ん、確かここが隠れ家とか言ってたよね。うん、でも何もないよ。あ、あれおかしいな。ん、なんだあそこにあんの。鏡だ。鏡？あれなんだってこんなところに。うわあ！一体何なんだこれ！なんでこんなところに。それはこっちが聞きたいわ。どこから降ってきたのよあんたたち。いや、メロディーを追って湖の教会に入ったんだ。そしたら鏡があって。鏡？私たちと同じだわ。え、マリアの持ってた鏡にやられたの。バーって光ったと思ったら足元に穴が開いてさ。マリアさん、メロディちゃんみたいに魔女の手下にされちゃったみたいなの。なんだって。魔術師ギルドに行くのを邪魔されたわ。くそ。じゃあシーラの呪いはそのままかよ。うん、まずいぜ。早くここを脱出しないと。それがどこだかわからないのよ。もうずいぶん歩き回ってるけど出口がないの。そんな。何あの足音。来るよ。ねえ、こっち来る。